パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。トランペッター4号架橋戦車です。まあ戦車じゃねえじゃんって言われそうですけど、車台が一応4号戦車なんで、まあありかなと。まあ戦闘車両じゃないですよね。工兵化の車両なんで、もう見た通り橋を架ける、はい、戦車です。これ箱絵の広告です。まあこういうものができるってことですよね。ド迫力ですよね。じゃあ早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。これは塗装図。これは橋梁部の台座ですかね。この辺も橋梁部の支柱ですね。これも端の部分、あとフェンダーとか入ってますね。はい、これはもう端の上に敷く板ですね。履帯ですね。これは足回りですね。これは車体と車輪とかかな。はい、組み立て済みの下部車種。上部車体ですね。ベルト式の履帯。これはデカールですね。はい、あとこういう状態です。もうエッチングパーツ大量に入ってます。しかも大判。パーツの紹介は以上です。組み立て説明図です。結構厚いですね。まあ1ページ目は注意書き。パーツ図ですね。組み立てはまあオーソドックスに車輪からスタートですね。まあ左右貼り合わせで、ユードリンはドラゴンと同じでエッチングパーツですね。うん。で、下部車種にリターンローラーとか、うん、基部、リアパネル一部組み付けてっていう感じですね。これ見えますかね。ユードリンの基部、ボルトを植えるように指示がありますね。はい。で、リアパネルですね。これはユードリンの基部とか、空き缶ですね。パーツの数はそんなに多くないですね。シンプルだな。で、下部車体にサスペンションですね。これ組み付けてますね。この右側かな。で、これが左側で、ホイールを組み付けると。履帯は両方ついてましたね。はい。ベルト式も、組み立て式もお好きな方っていうことですね。はい、こういう感じで。で、このキットは、これギアボックスですよね、これ。運転席、うん、運転席、ドライバーシートのところも作れますね。一応、ハッチを開けたら見えるっていうことだな。ギアボックスの周り結構なパーツありますね。うん。ゴム栓機までついてますね。で、運転席周りですね。ここの工作ですね。内部組みつけて。こういう感じだと。で、車体前面のギアボックスの上のとこですね。ここ結構分割されてますね。で、フェンダーを貼ると。で、このページなんですけど、全部 PE 型番なんですよね。フェンダー周りは全部エッチングパーツで工作できると。で、唯一、別個で作れっていうのが、これですね。
フロント窓ガードのヒンジを止めてる、まあ、芯っていうんですか。これを金属線で作れって書いてありますね。まあ、あとはもう全部、エッチングパーツ。マジですかね。すんげえな。フェンダーもこういう形で2枚を貼り合わせてますね。うん。これ前側ですね。ああ、はいはいはい。どうやら、バネがついてるみたいですね。うん。で、なんか、これ。はい。これ多分バネを止めてるストッパーですけど、なんか加工しろって書いてありますね。うん。ここは車体上部の各装甲の貼り合わせですね。ハッチつけたり、エンジンルームの点検パネルつけたり、あと、後ろの脇についてる、通気口みたいなやつのフィンですね。うん。で、細かいパーツをつけて、タレットのところの目くらい板ですか。これを貼っつけるんですね。うん。で、貼り合わせて、車体はもうこれで終わりかな。左側の OVM の工作ですね。うん。シャックルとか、あと排気管をつけたりとか、うん。で、これが右側。はい、ジャッキつけたり、あと細かい指定がいくつかありますね。うん。で、ここからは、橋梁部の組み立てですね。これは、まあ、支柱ですね。どう見てもね。はい。橋の下を支える支柱が両脇に一本。で、多分ここは、ジョイントのとこですね。うん。で、なんか、鉄骨を組み合わせた支柱があって。あ、これは多分真ん中の部分ですね。うん。で、さらに支柱がもう一組。これが、もう逆側の先端部かな。ですね。はい。さっきと同じような図面が。ということは、これはあれか。土台とかの支柱かな。あ、こういう感じで、橋梁部をこう、組み付けていくわけですね。はい。で、案の定さっき組み立てたのは、土台の支柱ですね。これもなんかアームが、うん、いくつかありますね。これは土台かな、本当の土台かな。はい、かなり大きい支柱ですね。これ多分支えるやつだな。うん。この辺のシリンダーはなんか油圧のピストンかなんかかな。これはウィンチですね。あ、巻き上げ用のウィンチだな。はい。この大きいやつはじゃあもう、ベースの、本当の支柱、土台ですね。こういう形で大きいやつは、こういうのくっつくと。うん。いやー、でっけえ。で、こういう、支持化っていうんですかね。こういうのをさらにくっつけていって、こうなると、土台が出来上がるわけですね。これはウィンチをつけてますね。うん。図面的には分かりやすいけど、つける場所がちょっと分かりづらいかな。うん。で、これは前面に出すやつですね。ああ。橋の先端につく支柱を作って、こうなると。うん。ああですね、このワイヤーの取り回しがいまいちよく分からないですね。記載は特にないですね。塗装図です。もうこれだけですね。まあ単色塗装で、マーキングも一種類ってことですね。いや、まあ改めて図面見ると、でかいですよね。箱組み済みの株車体です。モルドも十分で、もうこの辺とかまあすごいですよね。ただ、これは隠れちゃいますよね。カバーつけたらね。裏側のモルドもこういう感じですね。うん。素晴らしいですよね。はい、反対側はこういう感じですね。燃料給油口はもうモールド済みですね。まあでも、モールド的には十分ですね。
いや、素晴らしい。ジョブライターです。これ、かなりいいですよ。まあ、当然、溶接だと、それから、こういう細かい、埋め込みのマイナスネジ、こういう細かい六角ボルト、きちんと分かれてますよね。まあ、側面はもうこういう感じですね。うん。まあ、普通っていうんですかね。はい。車体のパーツですね。はい。で、一部車輪。こういう通りですね。まあ、シャープに抜けてますね。うん。ちょっとでもバリあるかな。で、これは排気管かな。気通り。まあ、繊細ですよね。で、これはギアボックスの点検パネルかな。で、結構これから小物が。OBM とか、これは湯取りの器具ですね。で、気取りの器具、これ見えますかね。ここ、くぼんでるところ、ここ、ボルト埋めろってやつですね。うん、これは一体形成できたような気がするな。うん、あとは、これは後ろのフックだな。うん、あと、車間灯があったり、でこれはドライバーハッチとか、でこれはギアボックスの上の前面車体の上の部分ですね。リアパネルとか。ああ、はいはい。これですね。ボルトが上がってますね。これをここに植えろっていうことですね。いやー、なるほど。足回りのパーツです。同じランナーが2枚あります。天輪のアップです。まあまあ、よくできてますかね。さすがにゴムのところには字はないですけど、まあ、普通こういうもんなんで、もう十分だと思いますよ。はい。で、この辺はサスペンションだな。これがあれか。支点で板バネ。うん。で、キャップと、この辺はアームですね。まあまあ、結構細かい分割ですよね。板バネとかもよくできてますよね。うん。で、消火器がリーノの、これは下につくやつだな。うん。このちっちゃいやつはリターンローラーですかね。うん。総じてちょっとまあ、バリが軽く出てるかなって感じですかね。うん。まあでも、トランペッターらしいですよね。すごい、繊細って言うんですかね。悪く言うと細いって感じですけど。うん、シャープですよ。で、痛いです。全部バラバラですね。手に持ってるのは1枚ですけど、このランナーが8枚あります。こういう出来です。もう申し分ないんじゃないですかね。うん、もう本当に繊細で。かなり初期の履帯なんで、サイドは肉抜き穴のないタイプですね。もちろん押し出しピンの跡もないです。はい、裏側です。まあ、こういう感じですね。センターガイドの穴もきちんと抜けてて、まあ素晴らしいですよね。ただゲートがすげえでかいですよね。うん、これ結構削るの大変だな。はい、橋梁部の天板っていうんですかね、板が敷いてある状態のパーツですね。全中後3枚あります。造形云々よりはこの木の質感ですね。見る限りは全部バラバラですね。同じ金型っていうんですか、これをコピーじゃないですね。手間かかってますね。はい。木の質感もすごくいいですよ。車体のパーツと、それから一部、橋梁部の支柱のパーツが入ってます。これはもう中のパーツですね。インテリアですね。うん。これがギアボックスですね。うん。いや、いいんじゃないですかね。まあ、インテリアに関してはね、僕はまあ、いらねえじゃんっていう、まあ、スタンスなんですけど、まあ、あって、別にダメじゃないですし、ハッチ開けると一応中見える程度のところは、よくできてると思いますよね。うん。いや、これはこれでありがたいかな。うん。ここは運転席とかのフロアだな。まあ、目立つのは脇のフェンダーと丸いめくら板ですかね。はい。フェンダー見ましょうか。まあ、こういう感じですね。前にね、トランペッター 38D やりましたけど、もう、らしいって感じですよね。まあ、よく言えば繊細なんですけど、
細いっていうんですかね、うん、まあリアルなんでしょうけどね。まあでもこのめくらい板の木ですよね、これ質感いいですよね、うん、まあ実際はこんなデコボコはしてないんだろうけどな、うん、塗装すると映えそうですよね、うん、これドライバーズハッチかな、うん、でこの辺、まあこの辺あたりがあの橋梁部の支柱なわけですね、うん、パーツ結構分厚いんであの質感的にはいいかもしれない、うん、でこれはあれか、これもそうで、これリアパネルですね。でこれはエンジン点検パネルか、前面走行、うん、走行になってんのかなこれはな、うん、あとこの排気管と脇のフィンですね、うん、橋桁のパーツですね。これも同じランナーが2枚あります。この辺はもう橋桁ですよね。あのなんていうんですかね、質感とかこう再現性って何とも言えなくて、あの戦車じゃなくてまあ橋なんでね、リアルかどうかっていうとなんかこう判断のしようがないんですけど、あのただパーツが結構分厚いんですよ。でまあああいう車両なんで強度が絶対いるわけなんで、そういう意味ではあのこうしっかり作られてるっていうんですかね。で細いパーツは細く抜けてる、うん、こうよく考えられてるって言えばいいんですかね、はい、あのなんか失礼なことを言ってるかなこういう感じですね。あのなどこがどこのパーツがどこにつくのか正直足はよくわかんないんで、はい、何とも言えないですけど、うん、こういう感じですね。橋梁部のパーツです。もう車台の上につく本物の土台ですね、これは。まあこういう感じですね、はい、なんですかね、やっぱり東京タワーとかプラモデルで作るとこういうようなパーツが入ってくるんですかね、うん、まあただなんて言ったらいいのかな、質感っていうんですかね、あのプラモデルらしいっていうんですかね、久々にちょっとこの表現使いましたけど、あの出来上がった時にこう適度にそれらしく見えるっていう感じですね、うん、はい、橋梁部のもう一枚のランナーですね。まあこういうのを見るともういかにも橋って感じですよね。いかんせんやっぱりバリが結構出てるんですよね、このきっとね、うん、こうやっぱり成形は結構大変そうだな。ただこういうところ、それからこれもうこういう細いパーツは本当にシャープ抜けてるんですよね。まあいつも思うんですけどね、トランペッターってなんかこううまく考えてるっていうのかな、うん、この辺もそうですね、うん、いやもうなんかあの鉄骨ばっか見てるんでねなんともコメントのしようがないんですけど、はい、これは本当橋作ってみないと分かんねえな。ベルト式のリタイもワンセットついてます。アップです。あのね、ベルト式のリタイ盛んに、まあ、僕はディスってるわけですけど、まあこの出来ですよ、はい、もうセンターガイドもきっちり抜けてるし、もう本当によくできてて、まあこれで文句言ったらバチ当たるじゃんって言われそうですよね。あのこれはこれですごくいいですよ、うん、使いやすいかどうか別として。デカールです。もう全部白なんですごい見づらいですけど、鉄十字と車両番号が2個で、舞台マーク等式ものが同じものが、はい、2個あるだけですね。エッチングパーツと、まあ一部金属パーツが付いてますね。あの、これちょっと細かく見ましょう。まずこの輪っかですね。これはあの、ユードリンですね。ユードリンの内側につくパーツですね。左右1枚ずつで2組。で、これです。マニュアルには特にちょっと記載がないんですけど、まあどう見ても六角形してるんで、あの、ボルト。ボルトってことですね。これです。まあ糸はあのウインチに巻きつける、まあ巻き上げ用のワイヤーなんですけど、これスプリングですよね。あの前後のフェンダーの内側につくあのストッパーですね。ちょっとこれはすごいことですよ。あの細
これがくっついてくるんですね。いやちょっと驚愕ですねこれ。で下のボルト、あのマニュアルに書いてあった通り、このスプリングを止めるストッパーですよね、これ長すぎるんで切って使えって書いてましたけど、いやー切るんだったら最初からあの長さでやっといてもらいたかったなって感じですね。いやちょっとこれは驚きですね。はい、これはもうマット型ですね。はい、これとこれを組み合わせて作れってことですけど、いやーまあできるんですかね。あの1枚でできたじゃんっていう気がしますけど、あのリベットの跡とかもちゃんと中央モールドされてて、まあ、軽くスタンビングする必要はあると思うんですけど、まあすげえなって感じですね。いやーすげえな。でこれはあのフェンダーの上に貼るやつですね。滑り止めのモールドがきっちりついてますね。あとこれはフロントのマットガードかな、大きいやつです。もうフェンダーですね。でも中が抜けてるんで、さっきの滑り止めのところを貼れってことですね。いやでこれはあの脇につくあのフィンの下のやつですね、あの蓋ですよね。でこれはあのフェンダー留め具、この辺につくやつですよね。うん、あのこうやって見るとクランプ類が一切ないんですよね。いやすんげえな。パーツの紹介は以上です。総評です。まず、まあ、でかかったですよね。あの、足が巨大で、まあ、パーツの、まあ、ほぼ半分を占めてたわけですけど、あの、まあ、あの辺は組んでみないとわかんないですけど、まあ、潜在写真見る限りはリアルにできてるって感じですかね。はい。あと、すごくびっくりしたのは、あの、車体の出来っていうんですか。まあ、もちろん、あの、エッチングパーツがすごく多くて、フェンダーとかあの辺の周りが全部金属でできちゃうってすげえなっていうか、まあ、あの、まあ作れる人限られちゃうなっていうか、選ぶっていうんですか。もちろんインジェクションのフェンダーもついてましたけど、まあやっぱあれ見せられちゃうとなんとかしたいなって思いたくなっちゃいますよね。はい。でまあドラゴンとかね、トライスターみたいにそのロードホイールのゴムの字がなかったりとか、あの細かいところを比べちゃうと、まあ、キリがないんですけど、まあ、全体的にはすごくスタイリッシュでよくできてたし、まあ、履帯の出来も良かったですよね。パーツの分割もまあ思ったより戦車の、まあ、車体そのもののパーツはなかったんで、まあ、結構組みやすそうだなみたいな、はい、あのそういう印象でしたね。まあ、これだけいいものを作れるんだったら、あのね、あのタイガー戦車とか最近進出してるんですから、4号戦車のバリエーション出してほしいなっていうのが正直な感想ですね。うん、あとまああの架橋戦車っていうんですか、はい、これはまあ本当に修理が少なくって、まあ、なかなかないんで造形的にはすごく面白いですし、あの飾り映えっていうんですか、はい、まあちょっとあの面白い車両ですね。はい、あの実のとここれ僕はもうあの箱見てもう衝動買いっていうんですか、即買いしたものだったんで、はい、あの買ってよかったと思います。はいはい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァーNo life.